三億円事件期間モンタージュ新数1968.1210は渡辺淳による日本の漫画作品。三億円事件を題材としたミステリー漫画である。週刊ヤングマガジンにて2010年27号から2015年12号まで連載。2013年6月に映像化が発表され、富士テレビにてテレビドラマが放送された。 1968年12月10日に起きた昭和史最大の未解決事件、3億円事件。大規模な捜査が行われたが、犯人を逮捕できないまま7年後に事故を迎えてしまった。そして時は流れ、現代。16歳の少年、鳴海山とは、瀕死の老刑事に、お前の父親は3億円事件の犯人だと告げられる。運命の輪に巻き込まれた少年は、 三億円事件の謎を明らかにできるのか。本作は主に主人公のヤマトと未来を中心とする現代編と三億円事件の数年前から始まる。過去編からなり、作中で複雑に工作する。以下の内容はストーリーの整理上、時系列にまとめたものであり、一部は物語の進行と異なる場合がある。2004年、長崎。10歳の小学生。 なるみ大和と小田切未来は路地裏で血まみれの老人を発見する。老人は大和にお前は三億円受験の犯人の息子、誰も信じるなと残し、息絶えた。老人は庄司という警視庁の元刑事であり、その昔に府中で三億円受験の捜査をしていた。そして、大和の父、哲也が突然の失踪の後に東京湾で、 水死体で発見される。不死家庭で身寄りのないヤマトは未来の家、小田切家に身を寄せることになった。小田切夫妻の失踪と軍艦島の3億円、編集2010年、長崎。ヤマトと未来は高校生になっていた。未来の父、武雄は哲也の剣道儀をヤマトより譲り受ける。武雄の計らいにより、ヤマトは哲也の形見として、 名前入りのタレだけ持ち続けることになった。ヤマトはタレに隠されていた血まみれの五百円札を発見する。それは三億円事件で強奪された紙幣ナンバーと一致していた。そして、竹尾も小手の内側にメモを発見する。その後、竹尾は妻のよう子と共に失踪する。失踪と三億円事件の関係を疑うヤマトは、 失踪直前に軍艦島を目指していたことを突き止める。ヤマトとミライは貸しボートで軍艦島に上陸するが、夫妻は見つからず、そこで3億円事件で強奪されたと思われる大量の救死兵が入ったバッグを発見した。ヤマトは真相究明のために3億円を持ち帰ることを決意、貸しボート店に戻ったところで、二人組の男に出くわす。 そのうち一人は刑事であったが、異様な雰囲気を感じ取ったヤマトと未来は、逃走を図る。そこに、鈴木康成という男が助けに入り、逃走を手助けする。康成は、武雄の道場の文化生を名乗り、武雄の身を案じて、方々を探し回っていたという。一方、取り逃がした関口は、ヤマトが残したバールで貸し冒頭天使を撲殺した。そして、 ヤマトにその罪を着せて追うことを決めた。逃亡生活の始まり、編集が死亡と転手殺害の濡れ衣を着せられていることを知った、ヤマトたちは身の潔白を晴らすため、安なりに3億円を預けて警察に出頭することにした。ヤマトと未来は刑事である関口の陰謀から逃れる、ため管轄外の警察署に出頭したものの、関口が引き取りに現れる。 陰謀への反発を決意した二人は移送中に脱走することに成功。そして殺人容疑をかけられたまま指名手配を受けることになってしまった。ヤマトと未来は無実の罪を着せられたまま長崎を離れる。そして日常を捨て、小田切夫妻の安否と自らの潔白を証明するために事件の真相を追求することを決意した。福岡、 編集福岡の博多まで逃亡したヤマトと未来は、安成と連絡を取り、預けていた3億円を受け取るように手はずを整える。安成は、自らが勤務する塾の生徒たち数名に中身を伝えずに3億円入りトランクを、ヤマトたちに渡すよう託す。無事にトランクの受け渡しを済ませた、ヤマトたちであったが、福岡の新人警察官、水原に見つかる。塾生徒の一人、 中野夏美の起点で追求を逃れたものの、大和と未来は夏美に疑いを持たれることになった。大和は夏美に3億円の一部をマスコミ各社に郵送するように依頼。マスコミを賑わせて、さらなる逃亡を重ねる。関口は夏美に目をつけ、大和たちの居場所を聞き出そうと身柄を拘束した。広島、編集広島で安成と合流した。 ヤマトたちは3億円を前に次の行動を考えていたが、未来は関口に呼び出され単独で、五福島へ向かう。未来は関口に恥ずかしめられそうになるも、謎の銃弾が関口を襲い、ま一発で難を逃れる。東京、編集沖縄、編集北海道、編集初めての別行動、編集沢田との対決、編集長崎での再会、編集軍艦島、編集上行、 編集賞は四41年。長崎出身の青年、川崎雄大は、知人の紹介で不動産屋に就職すべく、東京にやってきた。しかし、手違いで就職できず、状況早々に宿なしの身分となる。そんなある日、雄大は、ヤクザたちに囲まれている元雷族の若者、もち龍と出会う。雄大は起点を聞かせて、龍のピンチを救った。龍には、 京子ギブソンという恋人と同棲しており、雄大はしばらく面倒を見てもらうことになった。雄大にとって二人は東京で初めての友人となり、雄は雄大にジャズバーン、ハービーでの就職口を世話した。そして雄大の幼馴染、沢田慎之助とも再会を果たす。沢田は府中で刑事をしており、庄司という刑事の部下であった。 雷族の横溝保つとも、竜を通して、友人となった。昭和42年、東京での生活にも慣れ始めた雄大は、小田切和子という恋人ができた。昭和43年夏、和子の妊娠が分かり、雄大は、結婚を誓った矢先には子は、不慮の事故で亡くなってしまう。子供の命だけは助かったもの絶望感に苛まれる。雄大は、病院で、 暴力沙汰を起こして留置所に入れられてしまう。沢田は雄大を助けるが、雄大はすでに感情を失い冷徹な性格に変貌していた。事件へ、編集独自の正義感とそれを実現するために、何より出世を考えていた沢田はその頃に、社会問題となっていた、学生運動を発端とする、左翼活動の抜本的解決を試案していた。 同じく上昇志向の塊である公安の宿路に、沢田はある作戦計画を提示する。それは、多摩地クローラー作戦なる活動家の根田やし作戦だった。一方で雄大、龍京子、保は、ある計画をもとに盗んだバイクで練習したり、金タイプで脅迫状を作ったりしていた。事件当日、編集昭和43年12月10日。 大雨の中で白梅警官が現金輸送車を止め車に爆弾が仕掛けられてると言って乗員を全員降ろして現金輸送車に乗り込むと白梅を残して現場から消えた。奪われた被害額は3億円。わずか数分で起きた強奪事件であった。白梅は偽物で盗難車であった。 目撃証言から、モンタージュ写真が作られ、現金のうち500円札の一部のみが、紙幣ナンバーが判明していたが、その金が使われることはなく、事件は未解決のまま7年後に事故を迎えることになる。事件直後、編集3億円事件の白バイ警官は、雄大であった。現金を運び込んだアジトには龍、そして警察官である沢田敏黒がいた。大量の現金を前に、 スクロは沢田に龍と雄大の殺害を命じた。すまない、と言いながら、沢田は銃を龍に向けると、雄大は沢田にナイフで切りかかった。沢田が撃った弾は龍に当たり、大量の血のりが3億円の札束を赤く染めた。事件の数日後、編集龍の帰りを待ち続ける京子に思いを寄せる、米国青年がいた。それは、 横田基地の米国軍人を父に持つハリー・スタンレーで会った。ハリーの父は銃の密売や死体処理など裏稼業を営んでおり、宿路とも繋がっていた。ある日、ハリーは雄大が尾行すると、瀕死の重傷で床に伏せる龍の姿があった。雄大はハリーに、竜の容体を告げるも固く、口止めをする。そして竜や京子の身を案ずる雄大は、宿路の行動を調べ上げ、 手配紙幣ナンバーの五百円札にシュクロの指紋をつけることを実行する。中華料理店で札をばらまき、シュクロに拾わせた雄大は、思惑通りの証拠を作り上げた。この証拠を持っていれば二度と彼らに手出しはできない、と安心した矢先、瀕死で包帯だらけの竜が、シュクロを殺してしまう。ハリーの父は二人の処分を受け負うことになった。そして、雄大は姿を消した。 コインロッカーの捨て後、編集3億円事件の数年後、学生運動がまだまだ続く中、ヒッピー気取りの若いカップル、ケンとシンリがいた。シンリは、コインロッカーで、首の座った双子の男児が捨てられているのに気づく。そのまま双子を育てることにした二人はテレビに出ていた、コント55号から、兄を、金一、弟を、二郎と名付けた。しかし、 無計画な生活を送っていた二人は双子を正しく、育てようともせず、家に軟禁状態にしたまま学校にも通わせず、ンは次第に虐待に手を染めていくことになる。十歳の殺人、編集虐待を繰り返すン、逆らえない心理に見切りをつけるべく、金一と二郎は、育ての親の殺害計画を立てる。クリスマスの夜、大人の犯行に見せかけるために金一の誘導の下。 二郎は、キャタツから二人を包丁で襲い、殺害を遂行した。警察は、物取りの犯行と見立てたが、担当刑事の一人、沢田は、キャタツの痕跡、失踪した双子の情報から真相を見抜く。明くる日、草むらに潜伏していた双子を見つけた沢田に、二郎は、包丁で切りかかる。そこで、沢田は双子に、自分の影として生きることを命じる。双子は、 沢田の知人である、関口博美の養子として生きることになった。沢田の影として生きるべく、金一は正解を、二郎は警察官を目指した。事件の蓋を開ける、編集定年退職後、再び3億円事件の真相を調べ始めた障子は、ある病院で有力な情報にたどり着く。2004年、自身の事業に行き詰まっていた、横溝保つも、同じ情報を得た。 それは雄大の消息であった。三億円事件の実行には関与していなかったものの、脅迫分削性などで間接的に関わり、真相を知っていた穂は、雄大に三億円の一部を融通するように頼み込む。無理ならば自殺すると用意した拳銃を振り回す保を、雄大が止めようとするが、揉み合っているうちに、穂は頭部を強打して死亡してしまう。保の息子、安成は、 父の死に強い衝撃を受けた後、保の事業失敗で裏切った鈴木に頼み込み養子となり、横溝の姓を捨てた。さらに一方で、雄大の消息を掴んだ沢田、関口兄弟の前に手配された紙幣ナンバーを持つ五百円札をすべて持参して雄大が現れた。船に乗り、診察検知機で本物の札と確認した沢田徹は目の前で、 すべての札を燃やした。闘争を図ろうとした、雄大の頭部に向けて二郎が発砲し、雄大は海の闇へと消えた。るみ山と主人公、16歳、高校1年生。2004年10歳時、瀕死の老刑事に3億円受件の犯人の息子と告げられる。さらに、 父親が残した剣道の防御の垂れから3億円事件のものと思われる500円札を発見する。その数日後に失踪した小田切夫妻を捜索中、殺人事件の権疑をかけられ、逃走することとなる。小田切未来18歳、高校3年生。親を亡くしたヤマトを引き取った小田切家の一人娘。ヤマトと一緒に失踪した両親を捜索中。 殺人事件の権威により逃走することとなる。小田切武雄未来の父親。42歳。剣道の練習六段で道場を経営。ヤマトが五百円札を発見した数日後に失踪する。小田切陽子未来の母親。40歳。武雄と共に失踪する。鳴海哲也ヤマトの父親。2004年東京にて水死体で発見される。 去年54、3億円事件の犯人と言われる。鈴木康成30歳、塾講師、竹尾の剣道道場の文化生。大和と未来を数々のピンチから救う。だが、何らかの思惑を持っており、それを二人に隠している様子である。関口金一沢田の腹心。3億円事件について何かを知っているようで、弟の二郎に指示を与えている。 当初はシルエットで登場しており、蘇生も明らかにされていなかった。関口次郎金一の双子の弟、長崎中央署の警部、警官でありながら、殺人者で、ヤマトと未来に罪をなすりつけた、張本人、剣道の心得がある、兄、金一の指示を受けて動き、ヤマトと未来を追跡する、小松徹軍艦島付近で貸しーと屋を営んでいた。 関口に殺害され、この殺人容疑が大和と未来にかかっている。去年59、中野夏美16歳、高校1年生。安成が働いている塾の生徒。非常に勘が鋭い。だが、関口に目をつけられてしまう。水原大輔博多で働いている若手警官。正義感が強く、数々の事件を解決している。ただ、熱くなりすぎるのがたまに傷。 夏美が好き。島田関口に金で雇われたチンピラ。鈴木康成を見張っているのを鈴木に見破られ、気絶させられる失態を犯し、関口に射殺された。沢田慎之助民和党幹事長。65歳。元警察官。庄治明山和が10歳の時に、関口に殺害された元、府中南署の刑事。去年68。 夏美の母関口と男女の関係にある。朝霧正人都内の大学に通う大学生で、ありながら、殺し屋。関口金一の指示を受け、生児のことを知る刑事、石川を殺害した。その後、大和と未来の拉致に失敗し、関口次郎に射殺された。去年20。水原の祖母渋谷の自宅は、東京での大和たちの活動拠点となっている。 石川府中南署の刑事、庄司の同僚、朝霧に殺害される。庄司の息子と岡井林の一人息子だが庄司とは折り合いが悪かったらしい。土門修玄足を洗い、庄司とは友情を築いていた。すでに死亡している。去年70、土門明土門の孫娘。未来より一つ年下の17歳。高校2年生。バレー部所属でレギュラー。 川崎雄大小田切家を訪ねた松葉杖の男。水原の祖母を家まで送り届けて、水原家に盗聴器を仕掛ける。潜りの医者、関口の知り合い。宮島の一軒で瀕死の状態に陥った関口を助けるが、恐喝のために仕掛けた盗聴器を関口に発見され、殺害される。小柳翔太負傷した山和と水原を助けた。以後、山和と行動を共にする。 マタハシユタサングラスをかけたホスト風の男性だが、実は警察官で階級は警部。フェリーにてヤマトたちと乗り合わせる。甘いものが苦手。島袋マタマバシが信頼している部下。鈴木康成のおじで義父。公職で腹黒い男。腹芸が得意で不動産経営者。三国志が好き。京子ギブソン沖縄にてバーを経営。 キャサリン・京子が経営するバーのウェイトです。すごい巨乳。ケニー元役の開閉。キャサリンに惚れている。関口広美関口兄弟の養母。かなり地方が進んでいる。ハリー・スタンレー名誉除退した退役軍人。退役後はヘリコプター会社を経営。10年前から何十回も京子に求婚して断られている。川崎雄大長崎から上京。 三億円事件では、白梅警官役を演じた。和子との間に一死を設ける。餅月龍雄大と共に三億円事件を実行した。京子義武村竜の恋人。龍と共に、土門から友人の幸子を助けるための対策を練っていた。沢田慎之介警視庁府中南省、刑事。龍の顔なじみ雄大の友人。日本の行く末を憂慮していた。 後の民話党幹事長。つくろたかし警視庁公安部公安一課課長。階級は、警視制。和子雄大と交際中の女性。雄大との子供を妊娠するが事故死。数子の子供雄大と和子の子供。未熟児で生まれた。名前は竹雄。土門茂玉当事司会。幹部。龍と友人、幸子のことで対立。庄司明警視庁府中南署。 刑事、土門を追う刑事、雄大の基地に興味を持っていた。後に一話で殺害された、老刑事が彼と判明。横溝保竜の後輩、雷族を抜けたいと竜に助けを求める。心理関口兄弟を拾った人物、県の恋人。関口兄弟に殺害される。県心理の日も関口兄弟を虐待する。関口兄弟に殺害される。 モンタージュ3億円事件期短のタイトルで2016年6月25日21時23、10.26日21時23時9分にフジテレビ系列で放送。モンタージュ3億円事件期短特別編船に消えた3億円第二のタイトルで2016年6月25日の全編放送終了後からフジテレビオンデマンドとアマゾンプライムビデオで配信。 キャストスタッフモンタージュ3億円受験期間に関するカテゴリー。ありがとうございます。